2004年に進水されたヤマハ FC27。 令和になってから海上保管されていますが、それまではずっとマリーナに陸上保管されていたそうです。こういうところにね、コツコツ当てちゃった傷があったりね。デッキの上はちょっとした汚れはありますけど、気になるような汚れではありません。ロープロッカーのハッチの開閉も問題なしです。ロックもしっかりかかりますしね。ノンスリップの状態もいいですね。レールのぐらつきもありません。しっかりと取り付けられています。これは磨けば、ちょっと傷があるのかなって感じですけどね。こういうところにちょっとした傷なんかもあります。係留された期間がまだ短いから、年式の割には傷は少なめですね。これはね、汚れ磨けばきれいになります。エアインテークの割れもあったりしますけどね。まあしょうがないかな。おお、しっかりした。これ鍵はあります？あります。じゃあ失礼します。これが鍵ですね。さすが FC27 ですね。キャビンがすごく広くていい感じです。ゲストシートやドライバーシートは張り替えられているんですよ。失礼します。全然問題なしですね。ちょっと肩がね、曲がってるようなところもありますね。 GPS 魚探やメーター類の作動確認もしましたけど、不具合はありません。そうそう、左ワイパーが不動でした。今が891時間ですね。ここにはこれはつかないですけど、こっちはつきますので。ジャケットも綺麗ですよね。でこちらがお手洗いです。蓋がグラグラしてたんですけどね。バイバースです。この下がこんな感じ、板が敷いてあるんですね。